ミラノ・ベネツィア線は、イタリアの主要な路線である。ロンバルニア州ミラノのミラノ中央駅から、ベネト州ベネツィアのベネツィア・サンタ・ルチア駅に至る。全長267キロメートル、全線複線であり、直流3000ボルトで電化されている。イタリア鉄道では幹線に分類している。ミラノからブレシア、ベローナ、ビチェンツァ、パドバ、メストレを経て、ベネツィアに至る。 ミラノ・トレビーリオ館及びパドバ、メストレ間は複々線化及び高速化されており、一部区間はミラノ・ベローナ高速線も線路を共用している。2016年にはミラノ・ベローナ高速線がブレシアまで延伸されたほか、ブレシア・ベローナパドバ間にも高速新線計画もある。地域列車はトレニタリアによって運行されている。ミラノ・ランブラー駅トレビリ駅間は ミラノ近郊鉄道 S5 号線及び S6 号線も運行されている。パドバ・ベネツヤ間にも都市鉄道が存在する。長距離列車はトレニタリアが運行するユーロスターイタリアがある。貨物列車も複数の会社により運行されている。ありがとうございます。